皆さんごきげんよう。はい、ということで今日なんですけども、見てください、この、これですよ。このロッドが、こう並んでるわけなんですけども、今日は、このメジャーを使って、実際サーフロッド、まあサーフで使う系のロッドも含めて、スピニングとベイト、どんぐらい飛ぶのか、測っていきたいと思いまーす。メジャーなんですけど、向こうまで今引いてて、これちょうど100メートル。100メートルどんぐらいか今一回行ってみますね。走って戻ってこない。あ、聞こえたみたい。あそこ今見ました、皆さん、あそこまでサーブで釣りしてる人100トンだとか100超えたとかめっちゃみんな言ってっけど、あそこまで届いてんのかっていう話っすよね。それを今日はねちゃんと測るということでやっていきます。でロッドの紹介、これ皆さんあれっすよ、総額いくら、これ総額大売り出しのセールじゃないっすよ皆さん。これじゃ紹介していきます。まずね、スピニングがネスタ XR の 106MH、 さらにそれより飛んで当然のリミテッドの 100MH、 シーバスモデルの円筒モデル、ジェノスの 100MH、 スピニングがこの3本、ベイトやばいっすよ、ベイトもうこの辺とかあるんで、ベイトがまずは XR、 ネスタ XR の B104M プラス、 ベイトジェノスの 108M プラス、 でワールドシャウガの 1833R2、 ウェンドボールの 10.1、 マリノの 106MH でガチンコ飛距離測定やっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきますか。あそこさん、その帽子なんかすごいイケてるですけど、これどうしたんですか。あ、これ、あ、これ、はい、これ見つかっちゃった。はい、これね、なんと私のレッドヘッドのオリジナルキャップ、まあこれちょっとハリバットっていう風にブランド名考えてるんですけど作ったんですよ。かっこいいでしょこれ。いい、あの某アイマのね、秋の新発売のキャップと被ってるってこれ買えますんでご興味ある方、色とか、まあ、刺繍の色もそうですし、あともう一つサンプル今日あるんですけど、こうフラットキャップ、この刺繍色ご自身の好きなもので作れるんで、ぜひよかったらよろしくお願いします。最初は、ネスタ XR の S106MH。で、ね、ルアーは今回、いろんなルアー投げないで、スピニングに関しては、モンスターショットの95S、40g。これでやっていきたいと思います。はい。でね、今日ちょっとね、向かい風2メートルあるないぐらい。ちょっと不利な感じなんですけど、まあ、しょうがないですね。じゃあ行きますね。あ、横にずれた。だいぶ横にずれたな。だいぶ横にです。はい、じゃあロッド置いて、これでゼロ合わせて、じゃあどんだけ飛んだか言って、今ちょっと横にずれたけど、おい、めっちゃ横にずれた。あ、そっちか。だいぶ横にずれて、やべ。これハールだな。おめ、だいぶ横ずれたな。ここっしょ、ここじゃ、ここね、だいぶ横ずれた、やべえ。あれ、70、あ、70はいっとる、75ぐらいだね。1投目ネッサ XR75 ぐらい。ほい、じゃあ2投目いきます。はい、じゃあ2投目。やばい、もう疲れてますね。行って帰ってがやべえから行くよ、風があれだな。そうですね、結構向かい風です。今度はマスクの目に。今度は割と行ったんじゃん。よし、じゃあ2投目行きます。横風だから行っとくか。あ、100近いよ、割と。いや、割と飛んでる。さあ、ルアーここです。何メートルですか。 75.1 です。 75.1 75.1 80飛ばねーここか、はい、じゃあ2投目 75.1 です。じゃあ3投目いきます。
ゃあ3投目、はい、じゃあ3投ずつ投げていくんで XR はこれで最後。いきます。あー変わんねえな。風で戻された感じ。今風で戻された。いや3投目いきます。だいぶ糸吹けてる。いや普段さ、あの結構な向かい風でもみんなやるっしょ。俺はあんまやんないけど。こういうことよ、やっぱり80スが飛んでないってね。どうすかこれ。みんなつぶやくとき気をつけて。だいたい560が本当の数値よ。モンスターショットって結構飛ぶ方の分類だと思うんですけど。モンスターショットだってさ、90オーバーとかさ。そうですね。もう揺れのサポーターだけど。よっぽど条件良くないと、そこまで飛ばねっ。あ、それが実態っすよ。だ、あそこだ。じゃあここでーす。62.3 です。62.3! やば。でもそんなもんなんだ。じゃあ XR 声で終わり。やっぱりね、今だいぶ向かい風、横からの向かい風でだいぶ煽られて戻されたんだけど、そういう時皆さんあると思いますけど、やっぱ飛ばないっすよ。そんなもん。80いかなかったからね。ネッサーリミテッドの S100MH、これやっていきまーす。これが一番飛ぶんじゃねえかって思ってるんですけど、風も強くなってきて、かなり不利っすね。じゃあ1投目いきまーす。普段の釣りってやっぱ、風もあるし、波もあるし、なんで、そうだね、すごい悪条件っちゃ悪条件なんですね。めちゃくちゃ悪条件。ベタ投げで無風ってはあるけど、大抵ごちゃごちゃしてる。ウェイト使ってるとよくわかるのが、波立つところの下からこう上がってきますよね。上がってくる。ほら、お、あーでも風押される。割と飛んだ。じゃ飛んだ。めっちゃ風持ってかれるなこれ。入ったな。感触は良かったけどね。じゃあ行きますか。でもね、ロッドの感じはやっぱりね、リミテッドの方がシャキッとバシッと決まって、やっぱり物は高いだけいいっす。 XR だと若干やっぱこうね、柔らかい面が出てきちゃうね。よく言えばマイルドに仕上げてあるんで。枯れ葉っぽい。じゃあ、ほい。あ、ちげえ、ここだ。結構いってくる。結構いってくる。あー、でも。76だね。そうですね。だね。リミテッド76、1投目。よし。戻ります。でも、やっぱ結構。ったね、そうですね、風あの時今吹いてたんで。風に戻されたわよ、うん、これっすよね、これで超感は変わるっすよ。だってさ、XR と比べたら、なんだ、3倍ぐらいね、値段違うからね。ほんで全然ダメだったけど、ちょっとどうなってんの。あ、これ折った人いるけど。これ折れんのかよっていう。そうですね、折れないと言ってた割にやってしまったという。セット2投目、いきまーす。風結構吹いてますね。吹いてるね。こう立つと3メートルぐらいになってきた。あーでも戻った。同じぐらいだ多分な。じゃあ行きましょう。糸吹けやべえなこれ。ベイトできるかこれ。厳しいかもね。え、結構いったんじゃね。今75.6。うわ、こちらです。お、79、70。78.8。 78.8 レグラーとか。こんな感じです。結構やっぱリミテッド飛ぶね。向かい風強いけど。よし、じゃあ戻ります。おい、めっちゃしんどいよ。次、リミテッドの3投目。おや、糸吹けがやべえ。糸吹けが。
風が。やばいっすよ、これ。疲れるよ。ガンガンどこの騒ぎじゃないよ、もう。80メートル走何本よって話。走ってないけどね。今日、いっぱいロット持ってきてます。いや、あと何本投げんの。でも、普段1日ね、半日釣りしてる人も結構いると思うけど、結構体力あるよね。それだけ没頭できるっていう、この釣りの、なんだ。釣りのなんだ。釣りを。釣りを。あっちゃ。はい、こちら。お、82。うわ、80いった。はい。82.1 ぐらいかな。うわだね。はい。82.1。やっぱね、向かい風3メートルぐらいでも、リミテッド飛ぶね。これ追い風だったら100いくよね。そうですね。はい、行くよね。はい、じゃあ、次行ってみたいと思います。おい、追いかけて、取って。後ろから、後ろから。アクション、アクションですよ。魚の気持ち。魚の気持ち、魚の気持ち。もう、今の捕食です。そういうことか。皆さん今見ました。魚の気持ちってああいうことっすよ。ね、食いたいけど、食えないみたい。追いつかねえよ、この。だから、食わせの間が必要だっていう。説得力あるね。これ。エクステンスジェノスの 100mh ワイルドコンタクトでございます。じゃあ、これいきまーす。じゃあ、1投目。若干風弱まったね。お、ちょっとこれいいんや。おぉ。おん、80ぐらいだよ。よし、じゃあ行きまーす。うわ、結構行ったんじゃない？え？あー、でも、78、79、79.2。79.2。はい。おこれね、このヒラメこう。今の。魚の気持ち。魚の気持ち。おいと。お。不意なアクションって聞くね、これ。あの、ほら、いや、今なんぼだったっけ。はい、次、ジェノス2投目、まーす。結構強かったっすね、今。多分あんま飛んでない。ほら、モンスターショット皆さん、ぶっ刺さります。ここで。ああ68って。ああ、飛んでないね。68.5 だな。68.5。餌だ。今。ジェノス3投目、いきまーす。よっしゃ、行こう。じゃあ、これ。あ、これか。テンション下がってくる。疲れて。スタミナ切れで。やる前のテンションはこんな感じですか？ん？やる前のテンションは。やる前はよっしゃ、これで100いったのが、って。ドヤーって思ってたけど、全然いかねえし。何よりこの撮影の仕方が付け替えてきて、フルキャストして、地獄。最後あれ、瞬間移動方式。やべえ。はい、あ、でもさ、結構いってね、これ。
78。78がいいんだな。78かな。じゃあジェノス3投目78。はい。じゃあはい。そうですね。筋肉ワープ。筋肉ワープ。じゃあ次ベイトなんですけど、向こうまで筋肉ワープで戻りたいと思います。じゃあ皆さん行きますよ。えい。とやばっすね。いやー、おお、びっくりした。すごいっすよワープ今。こっからね、あっちからここまでね、一瞬で来ましたんで、ちょっとメガネがつけたんですけど、まあそんな感じです。やばくないっすか。いや結構飛んでるぜこれ。マーグのシャウがやばくね。